おはようございます。ルミナスタジオバーチャルクリエイターてるなりこうよです。ちょっとね、最近ものづくりが滞っている気がしましてね、ちょっとここで気合を入れようと思いまして、北湯沢へちょっと合宿に行ってまいります。そう、ホロホロ山荘ですね。感染ね、こうやって超アドリブ北海道をやるの久しぶりではあるんですけどもね、この V の実写のコンテンツっていうのがさ、そろそろね、自分のやるべきことが固まってきたっていうのもありますから、こういうことをちょっと積極的にやっていきたいなと。まあ要するに観光系ですよね。さあ、札幌市の羊ヶ丘通り、豊平区にあるんですけども、そちらへ今やってきております。もうこの時期になるとね、札幌ドームはほとんど動いてないんじゃないかなって、なんかすごいひっそりと身を潜めてます。これがね、日ハムが北広島に行っちゃったら札幌ドームどうなんのかってすごい心配になります。さあ、左に曲がって、さあ、羊ヶ丘展望台ですね。この隣はまあ農業実験場でもあるんですけども、にしてもね、この西岡かな、多分この西岡って何があるんですかね。水源地っていう、水源地公園っていうのは、公園なのかな、西岡公園なのかな、まああるんだけど、そこは俺全然行ったことなくてさ、まあ、同じ札幌市なのに知らないところがまだいっぱいあるっていうね。でね、ようやくここで真駒内に到着したわけですね。で、ここから石山通りの方へ向かいます。ここね、地下鉄通ってなくてね、交通の便がなかなかきついんですよね。さあ、ここで国道230でございます。このまままっすぐ行って藤野へ向かいましょう。なかなか車の通りは素晴らしいですね。で、右手にあるのが、東高ストアなんですけども、もともとここはトライアル、さらに昔はカウボーイがあったところです。トライアルが抜けてね、完全に廃れてしまったところをアークスが入ってきたっていうところですね。救われましたね救われましたね。本当に寂れた場所だったから。富士野を抜けて、今度はどこだ？何前だったっけ？くそ、出てこない。まあとりあえずこのまままっすぐ行くと、ね、温泉郷である定山渓が立っております。名前が出てこないっていうの致命的だな。あとこのハンドル、ピックアップ、イグリップじゃないから、片方の手がこうすればいいんだ。そうだ、こうすればいいんだ。さあ、着きました、定山渓でございます。で、この右にはね、秘宝館っていうところがあったんですけども、完全になくなってしまいましたね。秘宝館って何だって、あれです、あれです、珍宝です。そうね、珍しい宝と書いて珍宝です。さあ、定山渓を抜けると、そこにあるのは中山峠、ね、道央圏のリゾート地のアクセスルートの一つとして、ロジスティックスの重要幹線です。まあ本当に何も見るとこはないんで、かなりスキップしますけどもね。じゃあスキップ。
ついてきました。こちら中山峠の頂上でございますね。その場所は、道の駅坊陽中山でございます。さあ到着でございます。じゃあね、ちょっと休憩がてら中身を見てみましょう。さあ、この辺りの道の駅はね、結構施設が充実してるところが多いですね。でお土産もね、あとはご当地の中山峠の揚げ芋も用意されております。そしてね、よくあるロイズのお土産とかもありますんでね。俺はこのホワイトチョコが好きなんで、こうちょっと1枚買っておきましょう。やっぱり天気はね、ちょっと結構よろしくないんでね、羊蹄山はちょっと見えないみたいです、今日は。残念。そして、お、なんだこれは。お、これは撮影スポット的な何がしでしょうかね。ちょっとあれですね、ちょっと俺も撮ってみますか。いいじゃないの。ウェーイ、ピースピース。まあ、弟はこの反対側になんかマークみたい、なんかシールみたいなのがあって、そこでインスタ映えする写真を撮ろうっていうようなもんなんですけどもね。まあ、私は V のものなんで、ね、そういうものは一切ありません。はい。見てください、この圧倒的な羊蹄山。素晴らしいです。逆だわ、こっちだわ。ね、素晴らしいですね。さあ、休憩も終わったところで、このまま中山峠を下って肝別へ行きましょう。肝別から、なんだっけ、伊達市へ行って、でそれで、なんだっけ、北湯沢のホロホロ山荘へ向かうわけですね。まあそんなに長いわけじゃないでしょう。まあ長いのかな、よくわかんねえや。